Glorious Shouts! Glorious Shouts! Glorious Shouts! ありがとうございました。ありがとうございました。配信をご覧の皆さんもおはようございます。ありがとうございます。キサラギル役の蒼井翔太です。短い時間ですが楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いて竹内さんお願いします。はい、皆様ご無沙汰しております。ご無沙汰です。ありがとうございます。大和アレクサンダー役の竹内です。よろしくお願いします。お願いします。さあそして杉田さんお願いします。はい、いい声ってのはこういう人のこと言うんだな。ずっとさっき楽屋からずっとね褒めてくれる。しみじみ思う。そんないい声のね竹内くんと10年越しぐらいでこのキンプリでこのステージ立てるっていうのはね、それなんといってもあの宝の和ジョージ役の杉田智和ですが、あいつはあの影武者がねそう代わりに歌う存在がいるんですけども、はい、そのエース役の小林辰之君と一緒にこうやって並んで出るのが初なんで、はい、初です。そうか、この機会を引き寄せてくれた高野馬場ジョージと支えてくれた皆様に心より感謝します。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。高野馬場ジョージゴーストシンガー、そして池袋エース役の小林辰之です。今日短い時間ですが楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい嬉しい。はい、皆さんおはようございます。全国の映画館の皆さんもおはようございます。はい、昨日ね舞台挨拶させていただいたんですけれども、今日2日目も頑張っていきたいと思いますので短い時間ですがよろしくお願いします。一条新役の寺島純太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしておはようございます。あれすごいなこの感じ、超懐かしいですね。ちょっとあったまってますね。ということで鴻上大学の畑中佑です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりねこの最後次回予告じゃないですか、これも触れておかないとということで、まあとんでもない恒例のねやつが今回蒼井さん寺島さんありましたけどいかがでしたか。いやもう情報量が、ね、すごく多かったんですけど、はい、まあ、しんくんはねいつも通りただただ状況に翻弄されている状況なんで、うん、多分一番衝撃的だったのが多分ねるいくんの新規カットというか、はい、そうですね、髪の毛が長くなってましたよね、うん、ねえ、であれに関してなんか僕たちも知らないことだけ、うん、なんか蒼井さんは結構監督から教わってるみたいな、はい、そうなんですか。あとねこうちょっと初めて皆さんがお目にかかる方がいらっしゃったと思うんですけど、はい、一瞬ね、うん、多分キャスト陣は誰も知らなくて多分僕だけかな。蒼井さん知ってるんだ。知ってます。あ、そうなんだ。実際に会って、実際に会った、はい、アフレコもしました。そうなんですか、はい、そうなんですよ。僕たちは別々のアフレコだったんで、うん、蒼井さんしかその方とは一緒に撮ってない。そうなんだ。知りたいじゃあたくさん見てください。あなるほど、知るためには、はい、また来週いやそんな